アメリカ合衆国連邦最高裁判所、陪席判事は、アメリカ合衆国最高裁判所長官を除く、合衆国最高裁判所判事の故障。陪席判事の人数は1869年の裁判所法によって8人と定められている。アメリカ合衆国憲法第2条の第2節2項は大統領に、指名の全権を与えており、上院の助言と同意を得て、 最高裁判所の判事を任命する。同憲法第3条第1説は、賠席判事やそれ以外の連邦裁判官に終身任期を与えており、判事本人が死亡、退官、辞任するか弾劾で解任された場合にのみ職務を終えることになる。最高裁判事は、おのおのがこれまで議論してきた事件を裁定する際の投票権を一票を持っている。主席判事の票が、 他の売席判事の票より大きいということはない。主席判事が多数派にいる場合は裁判所の見解を誰が書くかを主席が決定するが、そうではない場合は多数派になった中で古株の判事が判決文を作成する。さらに主席判事は判事たちの中で事件の議論を主導する。主席判事には他の売審判事にはない特定の管理責任があり、給与も少しだけ高い。 売席判事には、任命順に基づく、年功序列があるが、最高裁長官は常に最上位とみなされる。同じ日に二人の売席判事が任命された場合、年長者が、上席の判事に指名される。2020年現在のシニア売席判事は、クラレンス・トーマスである。伝統的に、判事たちが最高裁判所での事件判決を審議する、会議に出席する場合、 判事たちはこの年功序列で自分たちの見解を述べる。またシニア売席判事は主席判事が職務を遂行できない時やその職位が空席の時に主席の職務を遂行する任務をも担う。歴史的に売席判事は裁判所の意見書やその他の文書でミスター・ジャスティスの肩書きがされていたがサンドラ・デー・オコナーが女性初の売席判事になって 翌1980年に、肩書きが、ジャスティスへと短縮された。恒例でかつ、連邦法合衆国法典、第28編第371条28、USC371 に規定された、役務要件を満たした後に最高裁判所を離れる、売席判事は、辞任する代わりに退官することが可能である。退官後も彼らは、同判事という肩書きを有しており、 監修で最高裁判所の建物内に職務室を残しておくことができ、法務処刑を雇っても構わない。退官した売席判事の名前は最高裁判所の判例集に現職判事の名前とともに掲載され続ける。連邦法合衆国法典第28編第294条 28USC294 では最高裁判所長官による指名及び、 割り振りがされた場合、退官した最高裁判所判事が、合衆国控訴裁判所や合衆国地方裁判所の陪審員を務めることもできると規定されている。ただし、退官した陪席判事が最高裁判所で行われる、訴訟の検討や裁定に参加することは許可されておらず、彼らがシニア判事として指名されることもない。退官後に、 ウィリアム・オ・ダグラスが慣例よりも積極的な役割を果たそうとして自分の上位役職を理由にそうする権利があると主張した際、彼は主席判事のウォーレンバーガーによって成中され司法改善隊から訓戒された。体幹媒席判事は2020年現在で3人おり、2006年1月31日に体幹のサンドラデーを行う、2009年6月29日に 大官のデイビッド・スーター、2018年7月31日に大官のアンソニー・ケネディである。オコナーとスーターは様々な巡回区で高訴裁判所の陪審員をたまに務めているが、ケネディは司法職を務めていない。1789年に連邦最高裁判所が設置されてから、これまでに102人が陪席判事を務めている。ありがとうございます。